HD300 系ハイブリッド機関車は日本貨物鉄道が2010年より製造を開始したハイブリッド機関車である。試作機にあたる901号が2012年鉄道優のカイローレル賞を受賞した。なお、JR 貨物の公式名称は HD300 形式ハイブリッド機関車の開発段階での名称は ハイブリッド方式入れ替え機関車 HD300 形式で JR 貨物公式 HP 鉄道貨物輸送を支える様々な車両の開発ではハイブリッド方式入れ替え機関車 HD300 形式である貨物駅構内の入れ替え作業には日本国有鉄道から継承されたデジュー系ディーゼル機関車を主に使用していたが経年は40年以上となり 老朽化が進行していた。これらの車両を置き換えるため開発され、近年の環境問題に対しての取り組みとして、排出ガスを削減する新しいシステムによる車両の導入が検討され、ハイブリッド方式を採用した。環境に優しいクリーンな機関車をコンセプトに、デジュー型と比較して、以下の目標を立てて、設計、開発がなされた。 2010年3月に試作車が落成し、各種走行試験が実施された。その結果を踏まえて2012年1月以降、量産車が順次導入されている。この機関車は、ディーゼル発電機を動力源とする、電気式ディーゼル機関車と蓄電池を動力源とする蓄電池機関車の2つの要素を兼ね備えた、日本初のハイブリッド機関車である。 具体的には、ディーゼル発電機からの電力と蓄電池からの電力を強調させて、モーターを制御するシリーズハイブリッド方式と呼ばれるシステムであり、本機に搭載されたディーゼルエンジンは直接駆動力には使用されず、発電機を回転させる、発電用として使用されるだけである。また、CO2 排出量は動力強調システムによるエンジンの効率的な、 運転と回生ブレーキ作動時において、モーターから発生した電力を蓄電池に充電することにより、大幅な削減することを目指している。そのため、形式記号の頭文字に、ディーゼル機関車を指す D や蓄電池機関車を指す A ではなく、ハイブリッド方式の機関車であることを表す H を初採用し、同軸数4であることを表す。 D と組み合わせた HD となっている。ハイブリッドシステムの開発にあたっては、国土交通省の鉄道技術開発費の補助を受けている。901号機を用いた走行試験では、デジュー型と比較して以下の結果を示した。車体はセミセンターキャブタイプで、前くらい側から、主変換機モジュール、蓄電池モジュール、運転室モジュール、ール発電モジュールと、 車体を4ブロックに分割したモジュール構造とし、保守の簡略化を図っている。運転台は、で10型と同様、進行方向に対して横向きに配置。前面の連結機周辺は警戒色の黄色と黒で塗られており、車体は EF510 型と同じフレートレッドを身にまとい、ハイブリッド方式の機関車であることを強調するため、 ハイブリッドのロゴが描かれている。整備重量は60トンとデジュー系の65トンより、軽量化されたが、同軸数が1軸少ないため軸重は15トンとなり、デジュー型より2トン重くなっている。HD300 系ハイブリッド機関車のエンジン発電機と各機器の配置とそれらをつなぐ、配線の見取り図発電モジュールにあるディーゼル発電機の FDMF9Z 型エンジンは、 国土交通省の定める第三次排出ガス規制に適合したものであり、騒音や有害排出ガス低減を図っている。このエンジンは、カミンズ製の50万台の製造実績がある、既存の産業用、水冷4ストローク、直列6気筒、出力 325PS、定格回転数 1600rpm、最高回転数 1800rpm の燃料、 電子制御方式のエンジンを転用したもので、出力 270PS で使用している。エンジンに駆動される発電機は、1時間定格出力1 7 3キロワット 1600rpm の3、消化後形誘導発電機であり、3小交流を出力する。ディーゼル発電機の起動、停止は、自動的に行われており、立行時には、ディーゼル発電機を起動させて、 主変換装置に給電するが、制動時は、ディーゼル発電機での給電を停止する。蓄電モジュールにある蓄電池には GS、湯浅コーポレーション製リチウムイオンバッテリー M30、H 型を搭載している。電池構成は26個のモジュールを直列につないだ、ものを3並列としており、交渉電圧 750V。 電力容量は40から7 0アワーである。経年劣化しても寒冷地で起動できるだけの出力容量を確保しており、制動時での回生ブレーキにより、モーターから発生する電力を充電して蓄電する。他、状況に応じて、ディーゼル発電機からの電力を、主変換装置経由で充電することも可能である。また、バッテリーは、 複数のバンクで構成され、異常時はバンクを開放して、走行継続可能となるような冗長性を持っている。また、500番台では蓄電池の容量が変更されている。主変換モジュールにある主変換装置は、イグブと素子を使用した、電圧型 PWM コンバータ1機、電圧型 PWM インバータ1機で構成されており、立候時には、 ディーゼル発電機と蓄電池から給電される電力を、主変換装置を介して、VVVF インバータ制御を行い、主電動機を、駆動する。また、エンジンが故障した場合でも、蓄電池から給電される電力のみで自走できるようになっている。主電動機には、全密閉事例式構造の FMT101 系、永久磁石動期電動機を、機関車として初採用しており、 自然冷却方式のため冷却用送風機は省略されている。鉄道車両において VVVF インバータ制御により駆動されるモーターは誘導電動機が主流だが永久磁石同期電動機は誘導電動機よりも効率が高く小型軽量化を図ることができる。本機では1時間定格出力8 0ット 最大定格出力 125kW を発揮する FMT101 を4機搭載して1時間定格で 320kW、最大定格で 500kW の出力としており、最大牽引力は 20TF を出すことができる。使用されている a 久磁石には、最大エネルギー石41マゴクラスのネオジムマイナス鉄ボロン系磁石を採用し、 全平構造による温度上昇にも耐えられる耐熱性を持たせている。また、磁極位置は逆波のアザ磁極配置とフラックスバリアを構成することにより、特極性リラクタンストルクを有効に活用できるよう工夫されている。圧縮空気を供給する空気圧縮機はオイルフリータイプである C2000 型を補助回路または 補給用の電源を供給する容量55クバの電圧型 PWM コンバータによる補助電源装置を一気搭載している。前述の通り、搭載機器を機能別に集約してユニット化したモジュラー設計を採用しているため、モジュールごとに独立して性能改善を行うことができる。発電モジュールに搭載するエンジンと蓄電モジュールに搭載する。 電池容量の組み合わせにより、中小貨物駅用入れ替え機関車から、本線用機関車、あるいは環境規制の厳しい都市部の貨物駅で、使用可能な全電池型入れ替え機関車に展開することが可能である。HD300 型の技術展開、f d t 1 0 2ルスタレス台車台車は枕羽根に、 コイルバネを使用した無心皿の FDT-102 型で、1位側が FDT-102、2位側が FDT-102A となっている。軸箱支持装置は軸張り式を採用しており、モーターから輪軸に動力を伝達する方式は一段歯車原則の吊りかけ駆動方式を採用している。引っ張り力伝達方式は低芯皿、Z リンク式としている。 基礎ブレーキは片押し式の踏みずらブレーキによるユニットブレーキとしている。ハイブリッド以外の新機構としては新たに開発した運転士常時列車停止装置を装備しており、その他にも前後のステップを大きく取り、前後と側面の手すりは大型のものを採用するなど、運転士や校内作業員の作業性向上が図られている。また、 入れ替え作業時の運転台からの視覚解消のため、手すりにカメラが取り付けられている。全部標識灯は両端の手すりに角形のものが2頭ずつ取り付けられ、連結器直上部には夜間作業時のための連結器灯が設けられている。500番台は体幹対接構造を採用し、降雪時の作業員の防寒対策の一環として、当機には デッキ全部に着脱可能な風防板が取り付けられる。他にも、入れ替え作業時の降雪による、制動力や粘着力の減少を補うために台車に設置されているセラミック噴射装置が、断地仕様の0番台では8箇所に対して、寒冷地仕様の500番台では2倍の16箇所に増強されている。 大宮総合車両センターで展示された量産車6号機構習、輸送される501号機2020年1月25日現在、35機、901、1から34号機が、東京貨物ターミナル駅、新井坂貨物ターミナル駅、越谷貨物ターミナル駅、隅田川駅、新鶴見機関区、八王子駅、南松本駅、盛岡貨物ターミナル駅、 郡山駅、沼津駅、宇都宮貨物ターミナル駅、水田貨物ターミナル駅、岡山貨物ターミナル駅、広島貨物ターミナル駅、東福山駅、安治川口駅、福岡貨物ターミナル駅、大牟田駅などで使用されており、3機が札幌貨物ターミナル駅で構内入れ替えようとして、使用されている。2010年3月、試作機 HD300 から901が、 東芝府中事業所で落成し、3月25日に公開された。2011年に入り1月下旬からは、札幌貨物ターミナル駅構内で関連地試験が行われた。その後も、道内の別地域や東京貨物ターミナル駅、南松本駅等で試験走行を行い、様々な条件下での車両性能の確認を行っている。 試作機である901号機は2011年7月11日から入れ替え機として東京貨物ターミナル駅で運用を開始した。2012年1月には量産型1号機となる HD300 から1が東芝府中事業所で落成、公主輸送され2012年2月8日より東京貨物ターミナル駅構内で使用を開始した。 量産車は警戒色塗装が施されている前面の排焼器の幅が試作車より広げられ、後部標識等が全小灯下部にまとめられ、連結機等にカバーが設けられる等の形状の差異が見られる。また、運転士の作業性と視認性を向上させるため、運転室扉の窓を下方向に拡大するとともに、側窓の高さも拡大している。 2012年度以降についても、量産車を順次投入して老朽化した、で重軽機関車を置き換えていく予定としているが、申請費用が本線用電気機関車と変わらないほど、高価で初期投資が大きいため、本形式は、入れ替え作業の密度が高い貨物駅への重点配置に止まり、密度が低い貨物駅に関しては、 電車線を増設して、電気機関車による入れ替えを行うこととしている。2014年度は4両が申請され、そのうちの3両が関連地仕様として、札幌貨物ターミナル駅へ、1両が、水田貨物ターミナル駅に配置されている。4月6日には16号機が、西岡山に、11月には関連地向けの501号機が、内部車両所に、公主輸送されている。 ありがとうございます。